クラスノヤルスク市電は、ロシア連邦の都市、クラスノヤルスクの路面電車。2021年現在は、トロリーバスとともに、クラスノヤルスク市が所有するクラスノヤルスクゴルトランスによる運営が行われている。ソビエート連邦時代の1958年に開通した路面電車。4月29日から、無料運転が行われ、運賃を徴収する。 本格的な営業運転は5月1日から始まった。利用客数がピークを迎えたのは、ソ連末期の1989年で、当時は最大3両編成の列車が満員となるほどの乗客を運んでいたが、ソビエト連邦の崩壊後は、路線網が縮小し、2004年に10月橋を通る区間が廃止されて以降、江西川の右岸にのみ路線網を有する状態が続いている。 2021年現在は以下の4系統が運行している。2021年時点でクラスノヤルスク市電に在籍している車両は以下の通り。主力車両はソ連時代に導入された71から605で2010年代からは地元のクラスノヤルスク電気自動車修理工場による更新工事が継続的に実施されており、特に2016年以降は プラグドアや LED 照明を取り入れた、心臓車体、誘導電動機やトランジスタ制御の採用など、大規模な近代化が行われている。2019年時点で、クラスのヤルスク市では、地下鉄の建設や路線バスの拡充などの公共交通網の整備を計画しており、その中には、共同大橋や十月橋を渡りエ江西川の左岸へ直通する路面電車路線の復活が含まれている。 また、新型車両についても2021年に PC 輸送システムズとの間に9両の超低床電車の導入契約が結ばれており、同年12月までに全車がクラスノヤルスクに到着することになっている。ありがとうございます。